お疲れ様でした。みんなお疲れ。あやちゃん、今日もいい感じであやちゃんだったね。はあ、面白かった。バラエティの収録に来るとあやちゃんがいてくれることに本当に感謝してしまうわ。武道館の人気ナンバーワンのお土産はというクイズで、武道とは、あやさんお見事です。うん、もう言わないで。発想が自由自在というか、なんというか、勉強させていただきました。そんな風に言われると逆に恥ずかしいって。あやちゃん、次の現場も来なよ。あやちゃんいた方が絶対盛り上がるしね。えイブちゃん、ぜひお願いします。この後別スタジオで楽器演奏の収録なんです。それだと私やれることないけど。いいからいいから、あやちゃんはそこに存在してるだけで面白いから。なんかそれって笑われに行くみたいじゃない？っていうか、私はこの後事務所で打ち合わせがあるんだ。そうなんですね。自分も事務所で雑誌の編集の方と打ち合わせが入ってるので、よかったら一緒に行きましょう。うん、行こう。さとちゃんは？私はドラマの読み合わせが入っているの。みんな忙しいね。なんかパスパレ絶好調じゃん。本当はもう少しお休み欲しいけどね。お姉ちゃんとの時間がもっと欲しいし。ひなちゃん、冗談でもそんなこと言うものじゃないわ。お仕事をいただけているというのはありがたいことなんだから。はーい、分かってます。じゃあイブちゃん、そろそろ行こっか。はい、いざ出陣です。はあ、本当に分かっているのかしら。そうしたら私も行くわね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ではあやさん、自分たちも事務所に行きましょう。さとちゃん、頑張ってね。いやー、今日もあやさんはキラキラと輝いてましたね。そんなことないよ。クイズもあんな変な間違いしちゃったし。武道館人気のお土産が武道って本当にすごいですよね。ちょっとそんなに何回も言わないでよ。あれは慌ててつい出ちゃった感じなんだって。もう忘れて。いやいや、忘れられません。ああいうのがつい出てしまう感覚がすごいんですよ。自分はキーホルダーだろうか、それともタオルだろうかと普通に考え込んでしまいましたから。何かわからないことがあるといろいろと考え込んでしまうタイプなんですよね。瞬発力に欠けるというか。その点あやさんは根っからのアイドルというか、なんというか、まさにナチュラルボーンアイドルですよね。ナチュラルボーンアイドル？ライブの時にも感じるんですよ。あやさんの存在自体が引力を持っているというか、お客さんの視線が引きつけられている感じ。自分もライブ中だということを忘れ、あやさんに見入ってしまうことありますからね。まやちゃん、それはちょっと持ち上げすぎだよ。いえ、自分はパスパレのドラムでもありますが、アイドル丸山あやの大ファンでもあります。ここは大いに語らせてもらいますよ。ありがとね、まやちゃん。けどこうやって見てくれる人がいるっていうのは本当に幸せなことだよね。あ、そういえば昨日 SNS を見てたらちょっと嬉しい書き込みがあってね。何で検索したら出てきたかな。あった、この人。アイコンがパスパレの画像の人。ちょっと見てみて。下までずっと続いているから。おお、これはすごい。パスパレのライブを細かく分析してくれてますね。しかもかなりの長文。これは読み応えありそうです。前にやった研究生たちとのライブのことも書いてあったよ。それは必見ですね。あの時の研究生がファンの方々にどう受け入れられたのか、ぜひ自分も知りたいです。結構いいこと書いてあったよ。
あれからあんまり研究生たちと一緒になる機会ないから、また一緒にやりたいよね。そうですね。あ、駅に着いたみたいですね。後でじっくり読ませていただきます。お疲れ様です。あの、この後スタッフさんと打ち合わせがあるって聞いてるんですけど。え、相談？千里ちゃんじゃなくて私に？では自分は席を外しますね。時間の方は特に問題ありませんが。じゃあお願い。私もまやちゃんがいてくれた方が心強いし。呼んでくるって何？どういうこと？お願いします。おー、ミオちゃん、なんか見ない間に大人っぽくなった。自己紹介なかった気がしますけど。どの辺がエンジェル系なのかしら。私には普通に見えてしまったのだけれど。の中からこの3名が選抜されメジャーデビューすることになったそうです。アスパレの公式な妹分として売り出していくんだって。本当に良かったね。なんていうか、本当自分のことのように。あやさん、いきなり感極まりになってますけど。あやちゃんは研究生だったから思い入れが強いのはわかるけど、前の合同練習の時も泣いてなかった？だって私はすごいわかるから。あやちゃんは研究生ちゃんたちと個人的にも連絡とか取り合ってたしね。あ、ひなさん、その研究生という言い方はやめませんか？ちゃんとしたユニット名もありますから。そうなの？なになに？教えて。低くない？もうちょっとなんかないの？ビビッとビビッとビビッとキャンバスですみたいな。まあそういうのはこれからじっくりと作っていけばいいんですよ。だね。これからしばらく一緒に番組に出たりすることが増えるみたいだから、いつでも相談になるよ。さっきスケジュールを確認したら3日後のタノバラ TV の収録から一緒になります。そうなんですか？それはとっても楽しみです。
セリナちゃんってエンジェル系アイドルなんでしょ？っていうかエンジェル系アイドルって何？いずれにせよ、皆さんがそう思ってくれたのなら、あの合同レッスンはやった甲斐がありましたね。次の収録でも遠慮せずにどんどん来てください。カメラの前とかステージの上では先輩も後輩もないですからね。一緒に番組を盛り上げていきましょう。あのさ、よかったらなんだけど、3人の夢聞かせてくれないかな。こんなアイドルになりたいとか、将来はどうなりたいとか、そういうのあったら聞きたいなって。確かにミオさん、女優さんの雰囲気がありますね。千里さんと共演してるところ見てみたいです。楽しみにしてるわ。エンジェル系らしからぬ現実的な夢ですね。セリナちゃん面白い。それすっごくいいと思う。大きな夢だね。みんなの夢叶うといいね。私たちも応援するから、一緒に頑張ろうね。また歓喜あまり。今って泣きポイントあった？自分でもよくわからないよ。なんかアイドルってすごいなって思っちゃって。その気持ちわかります。アイドルって本当に素晴らしいです。に刺激を受けてつい力が入ってしまいました。わかります。私もまだまだレッスンし足りない気分です。けどさ、なんか面白くなってきたよね。まさかあの時の合同レッスンがこんな形でつながるなんて。あの3人は特に頑張っていたから私も印象に残っているわ。あの時の研究生ちゃんたちのライブもかなり好評だったしね。また一緒にライブとかもするのかな。一応そんな話も出てましたよ。まだ具体的な話にはなっていないみたいですけど。へー、そうなんだ。なんかそれ用に今から企画とか考えておかない？うんとくる感じの。いいですね、賛成です。それじゃあ今からみんなでファミレスとか行ってちょっと話してみようか。あ、ごめんなさい、私はこの後まだ少しお仕事があって。そうなんだ、こんな時間からお仕事って。千里ちゃんちょっと働きすぎじゃない？テレビの取材を受けるだけよ。すぐに終わると思うわ。約束の時間まであと30分くらいしかないから、私は先に行くわね。テレビの取材？どんな内容なんですか？それが私も詳しくは聞かされていなくて、特番用に軽いインタビューを受けるとだけ聞いているけれど。特番ってどんな特番だろう。千里ちゃん頑張ってね。ありがとう。それじゃあお先に失礼するわ。いってらっしゃい。特番か、さすが千里ちゃんだよね。私ももっと頑張らなきゃ。はい、
それでは始まりました、タノバラ TV。 まんまるお山に彩りを、パステルパレットふわふわピンク担当の丸山あやです。おお、あやちゃん、今日の自己紹介はなんかいつもよりキレがあるんじゃない？そうかな、けど今日はとっておきのビッグニュースがあるからかも。というわけで、番組をご覧の皆さんにとっても嬉しいお知らせがあります。今日からなんと私たちの妹分がこの番組に加わりました。皆さんこちらにどうぞ。ピピッとビビッとって、この前私が考えたやつでしょ。うん、全然いいよ。私はビビキャンじゃないから使いどころないし、どんどん使っちゃって。その代わり、使うたびにひなちゃんに感謝してよね。それじゃあ、一人ずつ自己紹介してもらえるかな。みおちゃん、よろしくね。そしたら次は、この前は確かエンジェル系アイドルって言ってませんでした？模索してますね。はい、よろしくね。それじゃあ最後は、いきなり情報多くない？早口言葉みたいでした。はい、よろしくね。なんかみんなフレッシュでいいよね。というわけで、個性豊かな仲間も加わりまして、タノバラ TV よりパワーアップしてお届けします。ここであやちゃんが噛むんだ。やっちゃった。研究生ちゃんたちは一回も噛まなかったよ。はあ、もうちょっと先輩らしくしたかったんだけど。それ絶対に褒めてないよね。お疲れ様。今日の収録楽しかったね。ええ、スタッフの皆さんも盛り上がってくれていましたよ。ねえねえ、千里ちゃんは楽しくなかったの？本番中全然喋ってなかったけど。そうだったかしら。そんなつもりはなかったけれど。ん？千里ちゃん、なんかあった？いえ、何もないわ。少し疲れていたのかもしれないわね。ごめんなさい。だから言ったじゃん、働きすぎだって。たまにはちょっと休んだら？お仕事を休むつもりはないわ。
初めてとは思えない活躍でしたね。素晴らしいです。私パスしたつもりないんだけど。あの、ちょっといいかしら。それはとっても良かったと思うけれど、ちょっとあやちゃんに頼りすぎだったんじゃないかしら。スタジオの雰囲気は確かに盛り上がっていたと思うわ。だけど、あれはあやちゃんが盛り上げてくれていたのよ。あの、さとちゃん？今後のためにも、そこは誤解しない方がいいわね。うん、千里ちゃん、そんなことないって。ビビットキャンバスの3人だって。それに先輩と後輩の区別がないのはカメラの前の話。もう本番は終わったのだから、それなりの態度があると思うわ。千里さん、どうしたんですか？あ、ごめんなさい。ちょっと気になってしまって。この世界は先輩後輩関係をしっかりしないといけないから。たとえ私たちが良くても、他の現場に行った時に損をしてしまうのはこの子たちよ。私たちが教えてあげないといけないんじゃないかしら。そうだよね。確かに私たちとずっと一緒っていうわけじゃないもんね。それに、あやちゃんもそうよ。え？私？友達感覚もいいけれど、それだけでやっていけるほど芸能界は甘い世界じゃないわ。望むと望まざるとに関わらず、ここでは競争しなければならないの。私たちがアイドルとして活動し続けるということは、その競争に勝ち続けるということよ。競争に勝ち続ける。慣れ合っていたら、そのうちお仕事だっていただけなくなってしまうと思うわ。あの、千里さん、すみませんでした。自分が遠慮せずになんて言ってしまったからです。なんというか、浅はかでした。なので、ビビットキャンバスの3人には責任はありません。ごめんなさい。疲れているからかしら。なんだか、ちょっと気になってしまって。おー、今の千里ちゃん、すっごい良かったよ。なんか昔の千里ちゃんが戻ってきた感じだった。うんってしたよ。ひなちゃん。あれでしょ？多分あやちゃんがいじられてるの見て、カチンときちゃったんでしょ？いえ、そういうことじゃないわ。でも完全に怒ってたじゃん。なんで機嫌悪くなっちゃったの？理由教えて。機嫌も悪くなっていないわ。ごめんなさい。なんだか空気を悪くしてしまったわね。まあ、私はどっちでもいいけどね。私、そういう千里ちゃんも好きだな。ね、あやちゃん、なんか懐かしかったよね。この世界は競争。今まであんまりそんなこと考えたことなかったけど、ひょっとして私の考え方って甘かったのかな。ちょっとあやちゃん、話聞いてる？ごめん、ちょっと別のこと考えてて。なんだっけ。話くらい聞いててよ。今の千里ちゃんがさ。だな。なんだか眠くなっちゃうね。千里ちゃん？あ、ごめんなさい。そういえば昨日配信されたタノバラ TV、 すっごい面白かったね。見てて
思わず笑っちゃった。そう、見てくれたの？あの新人の子たち可愛かったな。 SNS でも結構いろんな人がつぶやいてたよ。なんかの雑誌の表紙にもなったって書いてあったし、今度 CM にも出るらしいね。ビビットキャンバスって言うんだっけ。ええ、伝えておくわね。きっと喜ぶと思う。私はあれが良かったよ。ジェスチャー伝言ゲーム。あやちゃんがやるたびに全然違う言葉になっちゃって。思い出しただけで笑っちゃうよ。確かに編集がとても良かったわね。それぞれのいいところをうまく切り取っていたわ。千里ちゃん的にはあんまり納得いってないのかな。それに最近ちょっと疲れてるみたいに見えるけど。そんなことはないわ。ただあの収録の時、私がつい余計なことを言ってしまって、それ以来あの三人との距離が広がってしまったの。余計なこと？ええ、今になって思えばどうしてあんなことを言ってしまったのかと、ここ数日ずっと後悔していて。千里ちゃん。仕事のことを話されても困るわよね。ごめんなさい。ううん、謝らないで。何でも相談してくれていいよ。私でよかったら力になるから。それにね、千里ちゃんが収録の時に何を言っちゃったかはわからないけど、千里ちゃんがそれを言いたくなったのなら、きっとそれだけの理由があったんだよ。カノンのその言葉に本当に救われるわ。ありがとう。あの日私が感情的になってしまったのは収録のことだけが原因じゃない。きっとあの取材があったから。もしかしたら千里ちゃんのことかな。
との間に微妙な空気を感じます。あんなことがあったからね。あの収録の後も何回かビビッドキャンバスと一緒になったけど、お互い気を使ってる感じするよね。昨日もタノバラ TV の収録がありましたが、初回ほどの盛り上がりはありませんでした。それになんというか、千里さんとても苦しそうにしている気がします。うん、そんな感じする。元はといえば、私が先輩としてしっかりしてないから千里ちゃんにあんなこと言わせちゃったんだと思う。バカバカ、私のバカ。あの、あやさん、次集まった時はみんなが笑顔になれるように盛り上げましょう。そうだね、私たちにできることちょっとずつでもやっていかないとだもんね。うん、やろう、イブちゃん。なんか燃えてきたよ。一緒に頑張りましょう、あやさん。すみません、遅れました。あやちゃん遅いよ、遅刻ギリギリ。ごめん、ちょっと準備に手間取っちゃって。今日からいよいよ新曲の合わせになりますよ。張り切っていきましょう。望むところです。新曲のスコアは前もってもらっていると思いますが、皆さん練習の方はしてきました？もちろんです。今度の新曲とても力強くて武士道を感じますね、千里さん。武士道、そうだったかしら。あれを武士道というかどうかは分かりませんが、サビの部分で新しい風が吹き込んでくるイメージが湧いてくるんですよね。確かにあそこはピューって感じするよね。あ、それかシュパパパーンって感じかな。ビューンになるかシュパパパーンになるかどうかは分かりませんが、今日はその辺のイメージを話し合いたいです。この楽曲をパスパレの曲として完成させるのはここからですよ。みんなのイメージや解釈を結集して、この新曲をさらに理解していきましょう。だね、みんな頑張ろう。千里さんはこの新曲どう思いましたか？千里さんの意見を聞かせてください。うんうん、私も聞きたい。私はそうね、今までのパスパレの曲に比べて。ん？スタッフさん？おお、研究生ちゃんたちもいたんだ。お疉れ様。って言っても、私は今来たばっかりなんだけど。私たちはこれから次のライブに向けて合宿をするところです。よかったら、ビビットキャンバスの皆さんも一緒に合同レッスンなんていかがですか？相談したいこと？っていうか、この状況を見たらどういう相談なのかはなんとなく想像できない？え？全然わかんないんだけど。どうせ次のライブに研究生ちゃんたちを出したいってことじゃないの？次のパスパレライブでサプライズデビュー？へえ、なんか面白そうじゃん。私は全然いいと思うよ。確かにビビットキャンバスのファンも増えていますから、ライブ演出としては盛り上がること間違いなしという感じですね。ライブは真剣勝負の場です。ミオさん、セリナさん、シオさん、一緒に頑張りましょうね。一つ質問なんですが、
その場合、ビビットキャンバスの曲はどうなるんでしょうか。まだビビットキャンバスのオリジナル楽曲はなかったように思うんですが。パスパレの曲。研究生ちゃんたちがパスパレの曲を歌うんだ。なるほどね。っていうか、そういうのってよくあるの？私は嫌です。え、千里ちゃん、その子たちがパスパレの曲を歌うなんて嫌です。その話、私は許可できません。そんな話聞きたくありません。私たちパスパレはこの子たちのカバセイルじゃない。千里ちゃん、すみませんが、具合が良くないので今日はこれで失礼します。あ、え、千里ちゃん、ちょっと待って。千里ちゃん待って。あやちゃん。千里ちゃん、ごめんね。元はといえば私のせいだよね。ビビットキャンバスの3人とのこと、私がしっかりしてないから、千里ちゃんがああやって。それは違います。あやさんのせいではありません。自分が浅はかでした。自分が先輩後輩なんてないなんて無責任なこと言ってしまったから。千里さん、すみませんでした。みんな追いかけてきてくれたの？当然です。パスパレはいつでも一心同体です。研究生ちゃんたちも追いかけてこようとしてたけど、今日はやめてもらったよ。そう。みんなに気を使わせてしまっているわね。私、なんだか、自分がどんどん情けなく、惨めに思えてくるわ。そんなこと言わないでよ、千里ちゃん。千里ちゃんは私のことをかばって、あの時ビビットキャンバスの3人に。違う、そうじゃない、そうじゃないの。それなら千里さんは何を悩んでいるんですか？私たちにも話してください。千里さんが苦しんでいるのを見てるだけなんて嫌です。こうなってしまったからには話すしかないわよね。あの収録の日、私の気持ちが乱れていたのはとても個人的な理由なの。個人的な理由？ええ、あの収録の少し前、私にテレビの特番の取材があったのは覚えてる？ああ、確かそんなこと言ってたよね、千里ちゃん。それがどうかした？実はその特番というのは、懐かしの子役あの人は今というタイトルの番組だったの。え、懐かしの子役？まさか千里さんがその番組に？いえ、取材の対象は私ではなく、昔一緒に仕事をした友人だったわ。私より5歳年上だったから、友人というより姉のような存在だったかもしれないわね。彼女とは半年間くらい毎日のように顔を合わせていたわ。この世界に入って間もない私の面倒を本当によく見てくれた。彼女はその後もどんどん活躍の場を広げていったわ。 CM にも起用され、テレビで見ない日はないくらいだった。ある時までは。え？特番はその彼女と一緒に
当時の思い出を振り返る取材だったの。彼女は小学校の高学年になり、勉強の時間を増やすため少しだけ仕事を減らしてほしいとお願いした。そして事務所もそれを快く受け入れてくれた。最初は勉強をする時間が増えて喜んでいたそうだけれど、その休みが少しずつ増えていって、最後彼女のスケジュール帳は真っ白になったそうよ。その取材の間、私はずっと震えていたわ。彼女と私の差なんてほとんど何もないだとしたら、あそこに座っていたのは私だったのかもしれない。そう思うと怖くて、震える足に気づかれないようぐっと手で押さえた。テレビ局の人は私と彼女の涙のご対面を演出したかったのだと肌で感じたけれど、私は絶対に泣くものかと思ったわ。取材が終わって別れ際、少しだけ彼女と二人で話した。久しぶりに話した彼女はとても優しくて、あの時と何も変わっていなかった。彼女自身はこの世界を辞めて別の目標に向かって進んでいると話してくれた。ただあの時、仕事を減らしてほしいとお願いしなければ違う人生の物語があったのかもとも言っていたわ。あの取材以来、体の震えがどうしても止まらないの。ビビットキャンパスの子たちと一緒に頑張っていくことが先輩としてあるべき姿だっていうのは頭では分かってる。ただこの世界の恐ろしさや残酷さをまざまざと実感した後だったから、私たちの曲をあの子たちが歌うと聞いてどうしても耐えられなかったの。私たちのアスパルの居場所がなくなってしまいそうな気がしてしまって、本当に情けないわね。自分でも嫌になるわ。そうだったんですか、そんなことが。で、その方とは。軽く握手をして別れたわ。連絡先を聞きたかったけれど、なぜかそれはできなかった。けどまあそうだよね。こういう仕事って流行りすたりだし、私たちだっていつ懐かしのアイドルになっちゃうかわからないってことか。確かに毎日新しいアイドルが生まれては消えていくって、そんな感じあるもん。それが芸能界、何があるかわからないからね。そう思うとなんかすごいとこだよね、ここって。やだ、そんなの。私、あやさん、絶対にやだよ。違う違う、よーく見て、こうやってこう。ちゃんとやってるよ。わかんない、こんな感じで、えい。編集さんすごいな。この時の収録、みんなのテンションちょっと低かった気がするけど、全然そんな感じしない。はぁ。私はビビットキャンバスのみんなと一緒にアイドルをやりたかっただけなのに、そんな考え方が甘かったのかな。ミオちゃん、セリナちゃん、シノちゃん、みんなすっごくいい子たちだよね。私がアイドルでいるためにはこの子たちと競争しないといけないの。どうしたらいいんだろう。わかんないよ。
こういう時はパスパレで検索っと。ん？これってビビキャン押せるパスパレからの推し編あるぞ。パスパレのライブにビビキャン出ないかな。パスパレオワコン時代はビビキャン。私たちのパスパレの居場所がなくなってしまいそうな気がしてしまって。私たちだっていつ懐かしのアイドルになっちゃうかわからないってことか。怖い怖いよ。今のパスパレはファンの人たちの目にどう映ってるんだろう。私はこの先どうしたら。誰か教えてよ。そう、そんなことがあったの。そうなんだ。なんか久しぶりにパスパレ大ピンチって感じでさ。私も千里ちゃんの話は結構刺さっちゃった感じ。あなたですらそんな感じなのだから、きっと丸山さんは大変でしょうね。あやちゃんはかなりショック受けてる感じだった。だってほら、あやちゃんは研究生ちゃんたちのこと、すごく可愛がってたし、どうしていいかわかんないって感じだったよ。研究生ちゃんたちにいつも、一緒に頑張ろうねって言ってたからね。一緒に頑張ろう。ん？どうしたの、お姉ちゃん。いえ、何でもないわ。ふと思い出したことがあったの。思い出したこと？それって何？聞かせて。あなたに言ってもどうせ理解できないわよ。ただ、一緒に頑張ろうという言葉は、常に上にいる人が下にいる人にかけてくれる言葉なんだと思うわ。その声をかけてもらった人は、一緒に頑張るために必死にあがかないといけないの。え？だってそうしないと心が負けてしまいそうになるから。なりふりなんて構っていられないのよ。その研究生の人たちだってあなたたちと一緒に頑張るために必死なんだと思うわ。一緒に頑張るために必死？え？どういうこと？よくわかんないよ。だから言ったでしょ、あなたに言ってもわからないって。で、ひな、あなたはどうしたいの？それもよくわかんないんだよね。研究生ちゃんたちと一緒にライブするのは嫌じゃないんだけど、パスパレの曲を歌うって聞いた時はなんかちょっともやっとしちゃったんだ。あの時のもやは何だったんだろう。お姉ちゃん、わかる？私はなんとなくわかる気がするわ。教えて。私が言ってしまったら意味がないでしょ。それに私の思ったことが本当に正しいかどうかわからない。その答えがわかるのはひなだけよ。自分の気持ちがわからないのだったら自分で見つけてみてはどう？ん？わからないことを楽しめるのがあなたのはずよ。わからないことを楽しめる。そうだよね。わからないから面白いんだよね。さすがお姉ちゃん、私のことよくわかってる。ちょっとひな、抱きつかないで、苦しいじゃない。ありがとうお姉ちゃん、本当に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 大好き。ビビットキャンバスとの距離感は決定的に広がってしまった。千里さんの事情はあるにせよ、そもそも自分が無責任に遠慮なくなんて言ったことがこの事態を招いたきっかけ。なんであんなことを。あ、マヤちゃん発見！わ、
ため息なんかついちゃって、ルンとしない顔してるよね。すみません、どうしてもこの前のことを思い出してしまいまして。こないだは割と修羅場だったよね。千里ちゃんの話もなんかすごかったし。まあそうですけど、ひなさんはあんなことがあっても大丈夫なんですか？さすがに私もいろいろ考えたよ。そのことについてお姉ちゃんとも話したし。さよさんと？そうそう、それまでは私も結構暗い気持ちだったんだけど、お姉ちゃんと話してたら目の前がパーって明るくなったんだ。やっぱりお姉ちゃんってすごいよね。羨ましいです。自分はずっとため息ばかりついてしまっていますよ。どうしていいか全くわかりません。へえ、まやちゃんもわからないんだ。あたしと一緒じゃん。ひなさんもわからないんですか？けどお姉ちゃんに言われたんだ。わからないことを楽しめるのがあたしだって。よかったらまやちゃんも一緒に考えてみようよ。わからないわからないってずっと悩んでたって何も解決しないし、どうせだったらこのわかんないことを楽しまなきゃ。わからないことを楽しむ。なるほど、確かにうんうんうなっていても仕方ないですね。わかりました、一緒に考えてみましょう。今回のこと、大きく分けて問題は2つという感じですね。だね。一つはパスパレと研究生ちゃんたちの先輩後輩問題。もう一つは研究生ちゃんたちがライブで披露する曲問題。どちらも複雑に入り組んではいますが、問題の根本はこの2つになると思います。ただ、私的には先輩後輩問題は気にならないかな。私は研究生ちゃんたちのこと好きだし、面白いと思うよ。私がなんかモヤっとしたのは、研究生ちゃんたちがパスパレの曲を歌うって聞いた時だよ。けど、なんであんな変な気持ちになったんだろう。それはやっぱり自分たちの曲っていう思い入れがあるから、じゃないですかね。けど、パスパレの曲ってもともと私たちが作詞作曲したわけじゃないじゃん。別の人が作った曲だよ。まあそう言われればそうですが、その分たくさんの話し合いをしてみんなのイメージをすり合わせてますから。じゃあ研究生ちゃんたちにもそれをやってもらえばこのモヤが消えるわけ？なんかそうは思えないんだよね。確かにそれはわかります。あ、ひな先輩にまや先輩こんにちは。おお、つぐちゃん。どうもこんにちは。どうしたんですか？なんか二人で真剣な顔で話してたみたいですけど。実はパスパレが今ちょっと複雑な状況でして。え、パスパレが？あ、そうだ、せっかくだからつぐちゃんも相談乗ってよね。いいよねまやちゃん。それはもちろん他の方の意見もいただければとてもありがたいですが。ひな先輩とまや先輩が悩んじゃうようなこと、私が相談に乗れますかね？いいじゃん、力貸してよ。生徒の悩みを解決するのが生徒会の仕事でしょ。生徒会長自らそれを言いますか？けど、わかりました。お二人には何度も相談に乗ってもらってますし、尊敬するお二人のためです。羽沢さん、ありがとうございます。なるほど、そういうことだったんですね。そうなんだ。なんで私たちの曲を歌われるとモヤっとしちゃったのかよくわかんなくてさ。ただ私はちょっとわかるかもしれません。え？本当に？もしかしたらその気持ちって、私たちがパスパレに夜を提供させてもらった時の気持ちに少し似ているかもしれません。あ、そうですよね、確かに。
その時の話、詳しく聞かせてください。アフターグロウの縄張り初潜入縄張りって呼ばないでください。何ですか縄張りって。いえ、何でもないです。話は軽くみんなにしてあるんで。ごめんね、ランちゃんたちにも来てもらっちゃって。いえ、さすがに生徒会長の呼び出しには逆らえないんで。皆さん集まっていただいて申し訳ありませんでした。よかったらヨロの話聞かせてください。何を話せばいいかあんまり理解してないですけど、ヨロを渡すときはやっぱり寂しい気持ちになりましたね。自分たちの曲が別の人のものになっちゃう感じっていうか。それまでそういう経験したことなかったから、ちょっと複雑な気持ちだったよな。録音するときもなんかいつもとちょっと雰囲気違ったよね。ひーちゃん確か泣いてたよね。そうだったっけ。ひまりちゃんが泣いてたかどうかはわからないけど、なんか私たちの曲が人のものになっちゃうみたいな感じしたよね。うんうん、私も今そんな気持ちかも。けど私たちはパスパレが絶対にあの曲を大事にしてくれるって思えたから、最後は安心して渡せました。うん、それはあったね。で、パスパレバージョンのヨロを初めて聞いた時はなんかすっごい感動したよな。あれは衝撃だったよね。なんていうか、私たちのヨロとは全然違うヨロに会えたっていうか。多分私たちの作ったヨロを私たちと同じ感じでやられても納得できなかったと思います。だけどパスパレはヨロに全く別のストーリーを与えてくれました。別のストーリー、なんていうか、パスパレならきっとそうしてくれるって信じてました。私たちみんな、パスパレの皆さんは信じてたから、私たちアフターグロウの曲がどんな風に変わるんだろうってワクワクしてました。なるほど、そうですよね。ん、どうしたの、マヤちゃん。もしかしたら自分たちはまだビビットキャンバスのことを心の底から信じきれていないのかもしれません。彼女たちが花丸アンダンテに別のストーリーを与えてくれることを。確かにそう言われるとそうかも。なんかね、研究生ちゃんたちが花丸アンダンテを歌ってる時のことを想像するとさ、あやちゃんのネットバージョンが浮かんできちゃうんだ。あやちゃんの振りを真似て、あやちゃんの歌い方を真似してるみたいな。わかります、あやさんの引力ってすごいですからね。花丸アンダンテはあやちゃんみたいに歌わなきゃいけないなんて誰も決めてないのにね。あやちゃんはあやちゃんしかできないよ。だって研究生ちゃんたちはあやちゃんじゃないし。もしかしたらそれってビビットキャンバスの皆さんにとっても辛いことなのかもしれませんね。あやさんと真正面から比べられることになってしまいますから。さすがに勝ち目ないよね。だったらビビットキャンバスだけにしか歌えない花丸アンダンテを見つけてもらえばいいんですよ。パスパレの花丸アンダンテとは違うストーリーを持った花丸アンダンテを。うんうん、なんかひなちゃんルンってしてきたよ。そうと決まれば研究生ちゃんたちを呼び出しちゃおう。え、今からですか。あたしたち先輩だよ。千里ちゃんも言ってたじゃん、この世界は先輩後輩が大事だって。呼び出したら絶対来るでしょ。千里さんが言っていたのはそういう意味ではないと思いますが。とはいえ一刻も早くこのモヤモヤ消したいですからね。連絡してみましょう。場所はどうしましょう。事務所は、事務所はやめた方がいいかもしれません。今ビビットキャンバスと千里さんが鉢合わせしたらまたややこしいことになってしまうような気がします。そっか、それじゃあ
一つ思い当たる場所があります。そこにしましょう。波長さん、アフターグローの皆さん、ありがとうございました。すぐちゃんお手柄だよそう言っていただけて何よりです。昨日のネット配信、評判はどうだったんだろう。今まで当たり前みたいに SNS を開けたけど、今はパスパレのアイコンだった人がもっと減ってたら、パスパレの悪口が書かれてたらどうしよう。怖いよ。あやさん、大丈夫ですか？イブちゃん、教室の窓からあやさんの姿が見えたので、何か私にできることはありませんか？なんかごめんね。こんなの私らしくないよね。それは分かってるんだ。分かってるんだけど。あ、それなら流星堂の鎧兜を見に行きましょう。あれを見ればきっとあやさんも元気になると思います。ありがとうね、イブちゃん。なんかね、こんな気持ちになったのって初めてで、自分でもどうしたらいいかわからないんだ。ついこの前、ここでイブちゃんと楽しく SNS を見てたのに、今はそれが怖くて、ファンの人たちの目に今のパスパレはどう映ってるんだろうって思うと、指がね、動かないの。ねえ、イブちゃん、私ってまだ懐かしのアイドルになってないよね。大丈夫だよね。しっかりしてください。あやさんは、パスパレは懐かしのアイドルになんてなっていません。私たちは今パスパレとしてここにいます。イブちゃんは本当にいつも変わらず強いままだよね。私ってダメダメだな。それは違います。私は強くなんかない。え？本当は私だって怖くて怖くて仕方ないんです。私は自分がとても弱い人間だということを知っています。だからこそ強い武士に憧れるんです。もっともっと強くなりたいから。イブちゃん、勇気を出して皆さんの反応を見てみましょう。私たちは余計な想像ばかり膨らませてしまって、勝手に怖く感じているだけかもしれません。剣道の試合でもよくあります。試合の前は対戦相手が必要以上に強く見えてしまうんですが、試合になって竹刀を合わせた瞬間に相手の実際の力量がわかること、きっとわからないから怖いんです。わからないから怖い。そっか、確かにそうかもしれないね。怖いけど前に進まなきゃだよね。今までだってそうやってきたんだもん。はあ、なんで私はあれほどまで感情的になってしまったのかしら。あの取材があってからひどくナーバスになっているのは自覚があったわ。それにしても、その子たちがパスパレの曲を歌うなんて嫌です。その話、私は許可できません。私たちパスパレはこの子たちのカバセイルじゃない。普段ならもっと冷静でいられたはずなのに、私はなんでわからない。わからないからこそあの時の自分の気持ちを理解したい。理解しないといけない。ああ、
ただ今はライブに向けての練習をしないといけないわね。お疲れ様です。ちょっとスタジオで練習したいのですが、お借りしても平気ですか？ありがとうございます。あの様子だとスタッフさんたちの間にあの話は広まってしまっているようね。周りに気を使わせるくらいなら自分でスタジオを借りればよかったわ。ファンレターってこれのことかしら。これは千里ちゃんへ。この前は私のために時間を作ってくれてありがとうね。約10年ぶりの再会、本当に嬉しかったです。実は前から何度もテレビ局に取材を申し込まれていましたが、その度に断っていました。懐かしのあの人みたいな番組に出るのってやっぱりすごく恥ずかしくてね。けど今回は千里ちゃんと会わせてもらうことを条件に取材を受けさせてもらいました。妹のように可愛がっていた千里ちゃんに今の私を見てほしくって、そして直接お礼が言いたくて。千里ちゃんがパステルパレットという夢を見つけたように、私も新たな夢を見つけて、その夢に向かってまっすぐに進んでいます。子供の頃私の後ばかりついてきた千里ちゃんが、今はパステルパレットという仲間と一緒に夢に向かって進んでいる姿にいつも励まされてます。本当にありがとうね。これからも千里ちゃんのこと、パステルパレットのこと、ずっとずっと応援してます。アスパレが私の夢。今まで目の前にある目標にばかり目を向けていた私が、初めて見た遠くの景色、それがずっとパスパレであり続ける私。いつの間にか私夢を見ていたのね。私が必死に守ろうとしていたもの、それはパスパレだけじゃなかったんだわ。本当に守ろうとしていたものは、きっと生まれたての私の夢。自分の夢を守りたいがあまり、あの子たちの夢を壊そうとしてしまっていたのかもしれない。ひどいことしたわね。しっかりと夢を持っている人はもっと堂々としているものよね。そう、彼女のように。封筒の裏に住所が。あの時聞くことができなかった彼女の連絡先。すみません、スタッフの方いらっしゃいますか？飲み物を持ってきましたよ。少し休憩しましょう。けど、まやちゃん家借りちゃってよかったの？全然構いませんよ。というか今から話し合うとなると遅くなりますからね。出先よりむしろうちの方がいいと思いまして。ビビットキャンバスの皆さんも急に集まっていただいてありがとうございました。研究生ちゃんたち3人で一緒にいたんでしょ？花丸アンダンテの練習してたんだっけ？
そんなの無理だって。あやちゃんはあやちゃんだからね。例えばサビの大丈夫だよという言葉一つ取ってみても、あやさんと皆さんでは伝えたい相手が違うはずです。であればきっと言い方や言葉の伝え方は変わってくるはずです。あやさんと同じ景色を見ることはできません。だからこそビビットキャンバスにしか歌えない花丸アンダンテにしないといけないんです。ちなみにみんなは誰に対して大丈夫だよって歌ってるの？ほらね、やっぱりあやちゃんとは全然違うし。自分たちは夢を追いかけている全ての人です。それがあやさんのスケールなんですよ。あやちゃんって本当面白いよね。ちょっと散らかってるけど、入って。お邪魔します。なんかごめんね。こんなことに付き合ってもらっちゃって。いえ、私も一人では心細かったので、あやさんと一緒にいられて嬉しいです。それじゃあ、行くよ。はい、いざ、参りましょう。そしたら、たのばら TV で、検索してみるね。たのばら TV と。どうですか？皆さんの反応は。やっぱりかなりビビットキャンバスの応援が増えてる気がする。あ、この人もアイコンが変わっちゃってる。そうですか。あ、この人よかった。この人はアイコン変わってなかったよ。この人って確か、あやさんが元気をもらえると言っていた人ですよね。なんて書いてあるんですか？昨日のたのばら TV のあやちゃん、いつもより元気なかった？少し心配、だって。え？昨日の放送のあやさん、私はいつも通りに見えましたよ。うん、私も思った。編集さんってさすがだなって思ったもん。自分でもわからなかったのに。この人ん？まだ続きがある。何があっても絶対にめげない、諦めないあやちゃんをずっと応援してます。え？この言葉。どうしたんですか、あやさん。思い出したの。すごく大切な言葉。あゆみさんが私にくれた大事な言葉。あゆみさんって、あやさんが憧れているマーマレードのあゆみさんですか？もしかして、このアカウントの人って。見ていてくれたんだ。あやさん、泣いているんですか？うん、ごめんね。ちょっと感極まっちゃった。私たちはアイドルなんだなって思って、夢を追いかけ続けて、そして夢を与え続けないといけないアイドルなんだって。なんでそんな当たり前のことを忘れちゃってたんだろう。夢ノートにも私ちゃんと書いたんだ。ほら、確かこの辺に。あ、あやさん、今何か落ちましたけど。ん？
これは千里ちゃんと一緒に受けたオーディションの時に買ったひまわりのチャーム。あ、そっか、そうだよね。イブちゃん、私わかったよ。な、何がわかったんですか？私にも教えてください。急に集まってもらってすみませんでした。実は皆さんに見ていただきたいものがありまして。三人とも出ておいで。あの、ちょっといいかしら？いえ、ちょっと待ってください。話の前にまずこちらを見ていただきたいです。皆さんもいいですね？それじゃあ、いっくよー。アスパレの花丸アンダンテとは景色が違う。これが昨日一晩かけて話し合った彼女たちの解釈。曲の根っこは同じでも色合いが全く違います。これはきっとビビッドキャンバスにしか出せない色合いです。すごい、すごいよ。ビビッドキャンバスの新しい花丸アンダンテ。私たちの曲とは言葉の行き先が違う。花丸アンダンテにこんな解釈があったなんて。この花丸アンダンテをライブで聴きたい。どうでした？ビビットキャンバスの花丸アンダンテは。すっごい良かった。本当にすっごい良かったよ。だよね、だよね。私もこの花丸アンダンテすっごい好きなんだ。とはいえ、ビビットキャンバスの皆さんならもっとできます。まだまだ上を目指しましょう。あの、ちょっといいかしら？千里ちゃん。ビビットキャンバスの皆さん、私の個人的な感情にあなたたちまで巻き込んでしまって本当に情けなかったわ。私は自分の夢を守るためにあなたたちの夢を阻もうとしてしまっていた。アイドルは誰かに夢を与える存在のはずなのに、本当にごめんなさい。今の花丸アンダンテ、ぜひライブで聴かせてもらいたいわ。千里ちゃん、あ、私も一言いいかな。私ね、みんなのおかげで分かったことがあるんだ。アイドルって常に先輩たちを超えていかないといけないんだって。私があゆみさんを超えたいと思っているように、ビビットキャンバスの3人にも私たちを超えたいって思ってほしい。アイドルってね、多分たくさんの輝きや思いを受け継ぎながら成長し続ける物語なんだと思う。みんながそれぞれ頑張って競争しながら成長し続ける物語なんだよ。この物語はパスパレだけの物語じゃない。アイドルっていう存在がある限り決して終わらない物語。私たちはそういう大きな物語の中にいるんじゃないかなって思ったんだ。だからね、千里ちゃん、これだよ。それはオーディションの時のひまわりのチャーム？千里ちゃんと一緒にオーディションを受けた時、競い合いながら一緒に作り上げていけた気がした。競争って勝ち負けだけが全てじゃない。競い合いながらお互いに成長し続けるやり方だってあるよ。私は、
ううん、アスパレはそういう競争をして全てのアイドルがもっともっと成長する物語を描きたい。アイドルとは終わらない物語。あやちゃんにはかなわない気がしてしまったわ。すごいスケールです。自分たちはそんな大きな物語の中にいたんですね。なんだかワクワクします。つまりアイドルとは脈々と続く壮大なストーリーなんですね。それこそまさに不思議です。あやちゃんって本当面白いよね。普通アイドルのことをそんなスケールで考えなくない？そっかなけど多分私はアイドルが大好きなんだと思う。ビビットキャンバスの皆さん、曲の入りが少し遅れてます。ここはバチッと揃えていきましょう。ここはアンコール明けになるからお客さんもすっごい盛り上がってるはずだよ。お客さんの声に負けないくらいの気持ちで一番後ろのお客さんまで歌を頑張って届ける感じ。あやちゃんってさ、アドバイスまであやちゃんだよね。え、分かりにくかったかな。ううん、それでいいと思うよ。手の振り方とか目線の送り方とかって言われても、それはあやちゃんのやり方じゃん。あやちゃんと研究生ちゃんたちのやり方は違うから、それぞれのやり方で頑張るしかないと思うし。ビビッドキャンバスの花丸アンダンテとパスパレの花丸アンダンテは別のもの。私たちもいつもとは全く違う気持ちで演奏してるわ。そうそう、そういうこと。それにしてもビビッドキャンバスの花丸アンダンテ、私は大好きです。わかります。自分たちももっともっと頑張らないといけませんね。確かこの後にビビッドキャンバスの自己紹介だったよね。そうですね。でその後にあやさんの MC が入ってから、アスパレの新曲という流れになります。段取り間違えないでよ、あやちゃん。大丈夫だよ、心配しないで。そうしたら自己紹介からの一連の流れを一回さらっておこうかしら。その方があやちゃんも安心できるでしょ。だから平気だって。けど一応お願いします。それではビビッドキャンバスの皆さん、ライブバージョンの自己紹介いってみましょう。そんなに堅苦しく考えないで、今思っていることをそのまま言えばいいと思うわ。私も楽しみにしているわ。次はセリナちゃんね。また変わってる。この前までフェアリー系だったじゃん。まあいいんじゃん。また変えたくなったら変えればいいし。けどドリーム系って何？全然意味わかんないんだけど。相変わらず情報がぎっしり詰まっていますね。けどほとんど夢の話になっていました。次はあやちゃんの MC だよね。よし、この勢いでいっちゃおう。え、いきなり？
流れで覚えておいた方が本番失敗しないよ。そっか、そうだよね。それじゃあ、ビビットキャンバスはパスパルの妹分で、これからも私たちと一緒に頑張っていくので、夢じゃなくて、私たちの夢は、その頑張ってアイドルとしてももっと成長するため、ずっと塾を、はあ、もう一回最初からやっていい？今のはすごかったね。何言ってるか全然わかんないし、噛みまくるし。セリナちゃん、神々ってなかなかうまいこと言うわね。今度あやちゃんが噛んだ時使わせてもらおうかしら。それじゃあもう一度花丸アンダンテからやってみましょう。MC までの流れは問題なさそうですね。MC は多分当日になったら大丈夫だと思うから心配しないで、ちゃんと練習しておくね。別に心配はしていないわ。で、いよいよこの次が私たちの新曲ということよね。ですね。いろいろなことがあってなかなか練習できませんでしたから、その分を取り戻しましょう。もちろんです。いよいよ新曲の練習、腕が鳴ります。はい、今日はライブ前にみんなで集まれる最後の日です。今日はここで合宿することになっています。一応スタッフさんもいてくれるから心配しないで平気だよ。それはスタッフさんに相談しないと。あとお家の方にも連絡が必要だと思うわ。それはもちろんだよ。私たちも3人がいてくれた方が心強いしね。それじゃあ私たちも一緒にスタッフさんにお願いに行こう。結局朝になっちゃったね。うわ。けどやったかいあったんじゃん。新曲の仕上がり、ルルルルンって感じだよね。今まで感じられなかったたくさんのことを見つけられました。新曲の世界観に入り込めた感じしましたね。自分は途中から眠気が飛んでしまいましたよ。あら、外は徐々に日が昇ってきたみたいね。本当だ。うわー、みんな見て、綺麗な朝焼けだよ。眩しい。空がグラデーションになっているみたいに見えるわ。この景色をパスパレのみんなだけでなく、ビビットキャンバスの皆さんとも一緒に見ることができて本当に良かったです。ねえ、今度のライブ絶対絶対絶対最高のライブにしようね。みんなで一緒に頑張ろう。おー、今日は一段とアンコールの声が大きいね。みんなそろそろ準備いいかな。ビビットキャンバスの皆さんも大丈夫ですか？
おお、いいね。かなり気合い入ってる感じ。お客さんたちにビビッドキャンバスの花丸アンダンテをしっかりと聞いてもらいましょう。お客さんたち、きっとビビッドキャンバスの登場に沸くと思うわ。その雰囲気と応援してくれているお客さんたちの顔、しっかりと目に焼き付けておくのよ。お客さんたちはいろんな思いを込めて私たちを応援してくれてるわ。だからこそ私たちもしっかりとお客さんの顔を見て、その思いを受け止めないといけない。いつからか私たちパスパレ全員がライブ中に特に意識していることよ。あやちゃんの影響でね。実はそんな思いもありまして、アンコールは客席の照明を入れたままにしてもらっています。お客さんたちの顔よく見えると思いますよ。一番後ろのお客さんまでしっかりと目を向けてね。それじゃあみんな、アンコール行こう。ビビッドキャンバスでした。皆さん盛大な拍手をお願いします。今日は皆さん本当にありがとうございました。ビビッドキャンバスのみんなも本当にありがとうね。ですね。このライブをするにあたって本当にたくさんのことがありました。今まで経験したことのないような不安を感じたり、足が震えてその場から一歩も踏み出せなくなってしまうようなこともありました。あやちゃん、会場のお客さんの視線がすべてあやちゃんに引きつけられているみたい。会場を見渡してみると全員があやちゃんを、あそこにいるのはよかった。スタッフさんに用意してもらったチケットちゃんと届いたのね。彼女に。だけど今日こうやって皆さんと会えて本当に幸せです。これからも私たちは私たちらしくアイドルをしていきますので、応援よろしくお願いします。お願いします。皆さん、アイドルは好きですか？それでは最後の曲聴いてください。タイトルアイドル。先のわからないこの世界にいるからこそ私はちゃんと理解したい。その先にはきっとしっかりとした輪郭を持った私の夢が待っているから、これからもパスパレであり続ける私が。この世界って先が見えないから面白いよね。これからパスパレのみんなとどんなことを乗り越えていくんだろう。なんかルルルルンってしてきちゃうよ。気が分からなくても、みんながいれば大丈夫です。それぞれ形が違っていても、仲間を支え合う気持ち、パスパレを思う気持ちは一つ。決して終わらない壮大な物語を描くため、その背中、私が守らせていただきます。先が見えないからこそ、じっくりと考え、自分が納得できる答えを出す。一番自分らしいアイドルとしての姿、その答えが間違っていたっていいんです。失敗したっていいんです。だってその歩みこそがアイドルなんですから。もう何も怖くないとないよ。先が見えなくたってしっかりと前に進んでいける。私の背中をみんなが押してくれているの、ちゃんと感じてるよ。だから、
大丈夫だよ。ずっとずっと一緒にアイドルの物語を描き続けよう。まだまだだよ。1曲目の入りがちょっとつまずいた感じなかった？他にも何箇所か気になるところがあって。確かに1曲目は一瞬ヒヤッとしましたね。ですがそれ以外はほぼパーフェクトだったように思いますよ。そうかな。シャドちゃんはどう思う？そうね、後で映像を見ながらしっかりと振り返りたいけれど、私としてはMC の失敗がなかったからほっとしたわ。そういえばあそこ一回も噛まなかったよね。この前はかなりグラグラだったけど、あそこはしっかりと稽古を重ねた感じが見えました。あの言葉はいつ考えたんですか？ねあれはアドリブ。なんかいろいろ言うことを考えてたんだけど、結局うまくまとまらなくって。あんなにアドリブが苦手だったあやちゃんが、なんというか、やはりあやさんはナチュラルボーンアイドルですね。そう？やっぱり私も成長してるってことかな。あ、それじゃあさ、今度からあやちゃんのアドリブ MC コーナー作らない？ひなちゃん、無理無理無理、絶対無理だって。私は見てみたいです。ぜひやってみましょう。じゃなくって今日はたまたまうまくいっただけで。あ、今ルンってきた。お客さんからお題をもらってそれに沿って MC するのはどう？これ絶対盛り上がると思う。それだとアイドルというより落語家という感じですね。ちょっとサドちゃんもなんか言ってよ。あやちゃんならきっと何だってできるわ。ちょっとじいさん。